はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビーチです。今回はハーツオブアイアンを現代版とロシアプーチン編続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナ、フィンランド、日本と併合したところで NATO が参戦、中国、ロシア対 NATO という戦争の構造になっています。そんな中ですね、ロシア軍は人的資源が枯渇してしまったので、今回はですね、禁断の女性も徴兵を行っていきたいと思います。どうしても人的資源がなくなって、兵力の維持、軍の維持が難しくなってきているので、苦肉の策ではありますが、今回、まず最初の初手として、女性も徴兵していきたいと思います。あと一つですね、トルコ、これロシア側として戦ってくれているんですが、敵の攻撃を受けています。なのでここにスペツナズを投入します。これでね、トルコの危機を救おうということです。ではゆっくり時間を進めていきましょう。日本はですね、併合したんですが、欧州戦線の戦況の悪化に伴い大部分の軍を引き上げました。なので、この後、日本、そしてそれを支援する、NATO のですね、奪還が始まるんじゃないかなというふうに危惧しています。人的資源の枯渇が著しいので、海軍の戦力ですね、新たに増強するのを一旦止めてます。そもそも、アメリカ軍との艦隊戦によって海軍は壊滅的損害を受けたので、微力な海軍戦力を増強してもあまり意味がないので、いっそのこと、海軍を諦めて、陸軍に全人的資源を振り分けようと。そういう作戦ですね。続いて、外交なんですけども、まずは大国、残っている、参戦していない大国、インド。これとの軍事協力関係をさらにグレードアップしてます。インドからはですね、ご覧のような軍事物資の供給を受けます。その他もですね、軍事供給を受けられそうなところからは、とにかく不足している、軍事物資ですね。これを供給受けているというところです。一つご紹介しておくと、スウェーデンですね。北欧三国のうちの一国。ここはなぜかロシアに好意的な、体制を取ってくれていて、軍事物資ですね、これを援助してくれています。はい、トルコの支援作戦ですけども、スペツナズが到着しましたので、これで敵を攪乱しつつですね、このトルコの領土防衛を支援していきたいと思います。トルコの防衛戦を支援してますが、人的資源に関しては女性も徴兵することによって一定の回復が見られてますね。なのでしばらくは女性も戦場に投入することによって人的資源の枯渇というのを、避けていきたいと思います。はい。激戦が続いてるんですが、朝鮮半島にも激震が走ってます。韓国と北朝鮮が戦端を開いています。韓国軍側には、日本、イスラエル、いわゆる NATO に近い国が支援を行ってますね。一方、残念ながらですね、北朝鮮を支援する戦力は中国、ロシアにはないようなので、このまま行くと北朝鮮が飲み込まれてしまう可能性がありますね。そうするとですね、国境をウラジオストク付近で接している関係上、陸自体にロシアが危なくなる、そういう危険性をはらんでいるなと今ちょっと思ってます。では一旦ここで戦況について、ご紹介しておきたいと思います。上から行きましょう。ノルウェーとの戦線なんですが、地帯し始めています。一向に進まないですね。ここでノルウェー、
本土を蹂躙できると NATO 軍の戦力を分散できていいんですが、ノルウェー軍が硬くてですね、なかなか突破ができていないという状態です。バルト三国戦線も膠着状態です。全く動かないですね。ポーランド、ルーマニア戦線も同じく全く動きがないです。トルコに関しては上陸してきていたイタリア軍ですね、これの撃退が進んでいます。ほぼほぼ駆逐済みですね。わずかに残っている NATO 軍、これを殲滅してトルコを再びね、解放しておきたいと思います。そして注目の朝鮮半島なんですが、まあ、残念ながらですね、朝鮮半島に日本という国が新たに生まれ出そうだ、そんな勢いです。これ早めにですね、ウラジオストクに部隊、増強しておきたいところなんですが、残念ながら増強できるだけの部隊に余裕が今ないというところなので、わずかでも兵力余剰ができたらウラジオストクに派遣したいというふうに思っています。外交の状況ですが、インドとはですね、いい関係を築けているんですが、まだ参戦まではこぎつけていないというところですね。引き続き、なんとかね、このインドを引き込んでいきたいと思います。あとはですね、アフリカ。この大半の国に軍事基地の設立の承認を得てます。これ大きくですね、関係が進化したと言えると思うので、アフリカ、まあ、大したね、軍事戦力にはならないと思うんですが、これ確実に味方してもらえるように働きがけはしておきたいと思っています。この後なんですが、人的資源に関してはですね、女性を徴兵に入れたことによって、ある程度、余力がある、見えてきたところなんですけども、一方で、兵器ですね。これが著しく不足している部分があるので、今ご覧いただいているストックのところですね。この後はですね、兵器の生産、ここに力を入れていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。